あ、ちなみにこのね、トタン屋根ってあるじゃん。トタン屋根、トタン屋根ってね、あれだってシャンプーハットの起源なんだって。あのシャンプーハットを作ったシャンプーハットおじがのトタン屋根を見て、最初ただただなんか頭に巻きつけるだけを考えてたんだけど、頭に巻きつけるだけだと水が跳ね返っちゃったり重さでへこんじゃったりしてうまくいかなかったから、その時トタン屋根を見て、こうすれば水が逃げるんじゃないかってなって思いついたらしいよ。そう、トタン屋根から着想を得てシャンプーハットが作った。え、ケンピ？ケンピシャンプーハット使ってたよ。うん、私あの自慢じゃないですけど、あのスイミングスクールに通ってて、私のためにあの新しいグループ作られましたからね、組。お水チャプチャプコースっていう、水にすら入れない水にすら入れない子供たちのグループ括弧1人、ケンピ1人のために作られた。そう、ケンピグループ、すごいでしょ。私レベルになるともうそういうことなの。もう VIP だから、私だけのための特別クラスが作られる。そこであのね、シャンプーハットかぶってって先生がね、はい、あつきちゃん行きますよ、はい、ジャバーンって言って、あのゾウさんの形をした、わかるでしょ、あの昔使っていたであろうあのジョウロを私の頭にかける。で、わーわー、かかっちゃうよーっつって、で1時間、そっから始まった私のスイミングスクール。え、小1いくつだっけ、そんぐらい、小2ぐらいだっけかな、確か忘れちゃった。